改めましてクリスチャン映画を成功させる会の代表を務めさせていただいております小川と申します。今日のパネラーの3人の方々にはお二人の方は存じ上げておりますけれども、このクラファンの募金サイトでこの会の代表として挨拶をしたことでもあるんですけれども、今回私どもは募金して作ろうと思っているのはこれクラファンとしては3回目なんですが、その最初の2作が純然たる劇場用映画のドラマであるのに対して今回初めてドキュメンタリーの制作にチャレンジしようとしているわけです。で、神の沈黙を問うという、非常に、心に迫る、なんていうか、ドキリとくる、このタイトルにしてですね、日本のキリスト教史で、避けて通れないにもかかわらず、本格的な映画化が、映像化が今までできていなかった、キリシタン殉教の後と、それからまた同じ長崎で、悲惨な長崎原爆で尊い命を失った9万人の方々のうちのかなり多くのクリスチャンの方々ですね、言ってみれば現代のクリスチャン殉教とも言えると思いますけれども、永井隆先生ご夫妻をはじめとして、その後をこの映像を通してたどりたいという、そういう企画でございます。私、今日皆さんと共に聞きたい聖書の言葉は、第一コリント第一の手紙、15章の19節から22節になります。もしアプリ等、聖書等を開くことができましたらご一緒していただきたいんですが、私は新改訳2017で朗読いたします。第一コリント15章19節から22節の御言葉です。朗読をいたします。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし、今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。アーメン。一般的に先ほど代表小川先生も少し触れられましたけれども、この一般的な人たちにとっての長崎、熊本、この多くのキリシタンたちの殉教の話は、あまり整理をされていない、答えが出されていない、いわば日本の、暗い負の遺産のようにね、捉えている向きもあるんですね。この中世のですね、東洋のイスラエルとして日本が変えられてキリスト教文化が花咲いたとも考えられるんですよね。ただ、クリスチャンの中にはですね、このキリストを捨てずに死んでいった信仰の人たちを、立派な信仰であったと捉える人たちもいますし、隠れキリシタン、潜伏キリシタンは本当に立派に生き延びたと考える人もいると思うんですよね。もちろん当時の貧しさ、圧政から苦しみから逃れようと忘れようと、来世に、つまり天国に希望を託した、そんな方も、いたではないか。こういう向きもありますね。しかし、今回3回、4回と、この会に出席させていただきまして、非常に私が、現地だからこそ感じ取れたものというのがたくさんありました。それは、一つは、天国信仰。天国を、目指す信仰を明確に彼らは受け取っていた。これは、以前私はある論文書くときに調べてみましたけれども、イエズス会の戦略の大きなものであったようですね。でも実は今日もそうなんですが、よくね、磯川さんが、天国ランド、ディズニーランド、どっち行きたいって言ったらみんな若者が、ディズニーランド行きたいっていう話っていう、こういうお話をいつもね、挟まれます。本当にね、このキリスト教の信仰というのはまさにこの天国信仰だということもできるかもしれませんね。当時のイエズス会なんですけれども、非常に教えはシンプルなものでした。そしてイエス様を受け入れるならば、苦しみも涙もないパラダイス、つまり天国に行くというものでしたね。それまでにありました仏教の教えもそうなんですが、多くの者が難行苦行をして、また、特別な寄進をすることによって極楽に行くんだというような考え方もありましたので、ただイエス・キリストを救い主として信じて救われる、永遠の天国に行くことができるということは、当時の人たちの状況に非常にマッチをしていた。で、その結果、爆発的な伝道が起こって、皆さんご承知の通りに数万名と言われるキリシタンたちが生まれたということができると思うんですよね。そして今でもそうなんですが、カトリック信仰の非常に象徴的なものの一つが儀式にあるんですね。で、これは、プロテスタントのね、一部の人たちは、それが形骸化していると、形になるっていうことは良くない。もう少し自由な聖霊の働きの中に信仰を持つべきだという人もいます。もちろんそれも理由はわかるんですよね。信仰というのは形骸化してしまうっていうところに本当に落とし穴がありますので、そういう意味では確かにそう見ることもできるでしょう。しかしですね、今回は現地に行きまして、私はね、非常にカトリックに対する見方が非常に変わりました。私の妻ももともとはカトリックの3代目でありましたし、このクリスチャンと言いながらもカトリックの信仰を持っていた家だったんですね。で、私もイグナチオとか何度かうちの妻に連れられて行ったことが若い頃、まだ洗礼を受ける前ですけれどもありました。でも何かその儀式に何か少しね、引っかかりを私は正直持ったんですが、実は今回この隠れキリシタン、つまり、この潜伏キリシタンたちが250年間残ることができたのは、実はこの儀式にあったのではないかっていうのが、非常に私が示されたことでもありました。つまり、形にしてその形を伝えていくということですね。ですからこそ私はね、日本に希望があると思います。私たちここにおられる方々は大半がプロテスタントですけれども、皆さん日本が多くの人たちが、少なくとも10分の1は私のものであると言われる神様のお心を通して、1000万元、多くのクリスチャンたちが生まれることを私たちは、願っているわけですが、十分な希望があるんではない。つまり大変な状況の中にも、そのような日本人しかできない方法で、そのようにして、この信仰が受け継がれていった。今ね、日本はリバイバルどころじゃないサバイバルなんてね、言われている時代ですけれども、でも、そんな中にもね、神様が私たち日本のね、このキリスト教会と、またプロテスタント教会、それを守って、またリバイバルと繋いでくださるのではないかと思いました。最後に、こんなお話をして終わりにしたいと思います。今回、沈黙の旅というタイトルなんですね。なぜ神様は、こんなにも多くの人たち、キリシタンたちが、殺され、また、原爆によっても殺されていたのに、何か明確な答えをどうしてくださらないのか。つまり、沈黙の神。これは遠藤周作の一つの沈黙のテーマでもあるんですね。なぜ神様は答えてくださらない。もう申し訳ないです。私は今回行きまして答えをいただきました。それは何か、イザヤ書53章。イエス様の、予言ですよね、イエス様は見てくれもなく、本当に、貧しい姿でこの地に来られ、そして私たちの身代わりとなって、ほふられる子羊として惹かれている。そんな中に7節にこう書いてあるんですね。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊のように、彼は口を開かない。神様は沈黙の神ではないですね。その証拠に皆さん、聖書66巻、どのくらい時間をかけて読んでおられるでしょう。一晩じゃ、とてもじゃないけど読めない。神は饒舌な神です。つまり私たちにもうすでに、この御言葉を通してもその沈黙の答えをくださっているのではないかと。今回、私は深く深く神様から悟らされているものです。神様が黙しておられるがために見えてくる真理がある。これが、また次につなげるテーマになるのではないかというふうに私は思いましたですね。ありがとうございました。ですね、今日はこれからですね、杉井さやかさん、中村明美さん、そして加藤真理さんと、そして先生とで、しばらくの間ですね、ディスカッションをしていただきたいと思うんですけど、美しい女性の皆さん、お揃いになりまして、三人顔見えましたね。よろしくお願いします。お三方、どうも今日はありがとうございます。遅い時間ですけれども、いいね、かしましいっていう言葉あるけれども、なんとなくその雰囲気がこっちに伝わってくる感じでね。杉井さやかと申します。よろしくお願いいたします。昨年の5月に、長崎五島木葬の巡礼ツアーに参加させていただきました。私は中学2年の時に、両親がクリスチャンでしたので、また自分の中でもいろいろ中学の時問題があったことをきっかけに、洗礼を受けたんですけれども、その後、高校1年の時に遠藤周作先生の沈黙という小説を読みました。その時本当に高校生だったので、ものすごい衝撃を受けたんですね。と同時に、この時にこんなに苦しい思いをしながら、でも信仰を貫いた人々がいたという、高校生だった時の私にはよからずに、本当に神様はなぜ沈黙されていたんだろうと、そのような印象を思ったまま、いつかでもこの五島の地にそのことを知りに行きたいという思いがずっとありました。でもなかなかその後も結婚したり子供が生まれたりする中で、足を運ぶ機会がなかった時に、今日一緒にいる中村明美さんが誘ってくださって、もう本当にその初めて地を足踏み入れた時にですね、まず、初めに行った26成人記念館、そこの丘の上で26人の宣教師や、また、子供が2名含まれている、そこで、十字架に貼り付けの刑になって、殉教したという地を訪れました。で、その時に見せしめとして、その26人が貼り付けになって、でよく見える、わざわざ見える丘に16人が貼り付けになった。でもそれは見せしめではなくて、逆に彼らが本当に喜んで輝いて、そして永遠の命に希望を持って殉教している姿が、もう本当に栄光が輝いていたので、さらに信徒が増えたと伺ったんですね。もうその話を聞いたときに、神は決して沈黙されていなかった。声が聞こえたわけではないかもしれないですが、そのお一人お一人の中に、主は確かに光り輝き、栄光を表されていたからこそ、それを見た人々が、本当に神はおられると信じて、信徒が増えた。これはもう、とても人間の起こせる技ではないですし、神様は沈黙されていなくて、本当にこの地を、この人たちを愛しておられて、本当に最後の時まで神様が愛と光で包んでくださったんだということが分かりました。でも本当にやっぱりその場所に私は訪れなければ、もう本当にその神様の永遠の命の希望と約束は本当の誠の真理なんだっていうことが、もう確信として与えられました。で、またその先人たちの方々の尊い信仰があったからこそ、今私たちがこのようにイエス・キリストに出会うことができたんだという、本当に喜びに満たされて、このツアーに参加できたこと、本当に心から感謝しました。はい、まず長崎で原爆の、事実を知った時にすごく衝撃を受けました。本当に苦しい思いをされて信仰をつないでおられる、そしてもう本当に身を切る思いで皆さんが積み上げたレンガがなぜ、その上で原爆が落とされなければいけなかったのかっていう、もうなんで2度も3度も神様は何度も何度もこの方たちを苦しみのどん底に突き落とすんだろうっていう。でもそういう事実があっても信徒の方々はね、本当にそれをまた力に変えて信仰が増し加わって希望を持ってまたレンガを積み上げる。本当にそこからまた教会をみんなで立て上げようじゃないかっていう力に変えていくっていう、その強さが強いところだな。教会で、ドロ神父が建てられた教会とかね、本当にその作業所っていうのを見させていただいて、本当にその貧しい方々、ご主人を亡くされて生きていく糧を失ってしまった方々に、宣教師のドロ神父がね、神父様が本当にその自国にいられたら本当に豊かな暮らしがあった方にもかかわらず、本当にその命を懸けて全ての財産を受け継ぐべき財産を、未亡人の方々や子どもたち、その方々を生きていく糧を、職業訓練をしたり、本当にいろいろな食べ物をね育てたりとか、本当にその働きがすごいなと思って、信仰を伝えるだけではなくて、本当にその生きていく人としての強さ、そして大切さっていうのをもう語り継いでくださった。そしてなんだろう、本当にそこからまた豊かな自然と豊かな愛がまた溢れ流れていくっていう、そういうことがありましたね。いろいろな各地を訪れましたけれども、苦しみの中で、さっきねさやかさんも語られていましたけれども、常に希望を捨てない、希望を見ていくことができる強さっていうのを、私たちはもうまだまだ弱いなっていうことを思い知らされますし、それを親から子へ語り継いでいくだけの本当に技しかないじゃないですか。山奥の本当に深いところでひっそりと伝える、隠れてこんな山深いところに行かないとそっと伝えることができないのかっていう苦しみを見てくることができて、私たちは今ね、本当に私はゴスペルを通して福音を伝えていますけれども、こんなに喜びあふれる、伝え方ができるのにまだまだ伝えきれていないことがある、なんてことだろうという、本当に今の現実の苦しみもありますけれども、その先人たちの本当にその、辛く厳しい中ですけれども、語り継いでくださったからこそ私に届いたっていう、その恵みと神様の大きなご計画と憐れみと深い愛情、そして長いスパンで日本を祝福しようとしてくださっている神様の忍耐、それを知ることができました。はい、私は長崎にいつかは行ってみたいと思っていて、それはどうしてかって言いますと、私は友達とかに神様のことを伝えたいっていう時に、なんか私にはあなたには神様が必要だったかもしれないけど、なんかこの宗教って思われてて、あなたには信仰が必要だったけど、その自分は宗教とか、なんかそういうものにこう勧誘されるっていうか、そういうイメージで捉られていて、なんかそういう教会とかにもなんかこうやっぱりこう行きたいって思いはないしっていう、そういうふうに断り方をしていたので、私はその宗教ではなくって、本当に真理、この世の世界を作った神様のその真理を長崎のその殉教していった人たちが、もしそれがこのキリスト教っていうその宗教だとしたら、それは自分の命を捨ててまでその自分の信じてるものを全うしたっていうのは犬死になってしまうからっていう話をよくしていたので、私が実際長崎に行ってそのことを肌で感じてみたいというのはあったんですね。ただこうなんか歴史的にそういうことを知ってるっていうんではなくて、実際そういうところを訪れてみて肌で感じるものがあるなと思っていたので、いつか行ってみたい、実際行きたいっていうのを願っていました。長崎の巡礼ツアーがありましたので、もう持って祈っていましたら本当に行くことができて、そしてさやかさんも一緒にっていうことで、私がプロテスタントで信仰を持ったものですから、ちょっとなんていうかな、カトリックに対しての曲がった目っていうんですかね、マリア信仰、なんかマリア様という、なんかこう、カトリックはちょっとプロテスタントですから、そういう目で見ていたところもあったんですね。ちょっと儀式的だったり、プロテスタントよりもカトリックの方が、こう素敵な教会とか、ステンドグラスとか、この見た目の素晴らしさがあるものですから、どうしてもそういうものにちょっとこう、違和感を感じていまして、ですけど、今回、長崎を訪れてみて、なぜプロテスタントじゃなくてカトリックがまず日本に伝わっていったかっていうと、やっぱりその時代、江戸時代とかにしても字が読めない方たちが多くて、そういう時代に聖書が入ったとしても読めないわけですから、それよりもやっぱり宣教師、神父さんを通して神様の存在とか、祈り方を教えてあげたりとか、パラダイスの話をしたりして、やっぱりそれが神様の摂理というか知恵だったんだなっていうことがすごく感じたんですね。だからそういうことも本当に私は行ったことによって、カトリックの人たちに対する見方が変わりました。私がそういう見方でいるのが本当に間違っていたなって、自分のなんかこう、自分たちのプロテスタントが一番いいんだみたいな、そういう意識があったもんですから、私はちょっと違っていたなと思って見方が変わりました。そしてあともう一つは磯さんがここを見てほしかったんだっていう牢屋の柵っていうんでしたっけ、あそこはもう本当に知らなかったことで、あの状況で亡くなった、犠牲になった方がたくさんいらしたっていうことで、本当にあそこで皆さんにお祈りしたり、もう皆さんも泣いてましたけど、そんな地獄みたいな状況で亡くなった方がたくさんおられたっていう、そのことを全く知らなかったので、やっぱり私たち知らないことが多いんだなと思いまして、実際長崎にはちょっとなかなか行かれないという人が多いので、やっぱりそのことがドキュメンタリー的な感じでちゃんとこう映画として皆さんにも見てもらえるようになったら本当にいいなと思います。もっと多くの方になんか知ってもらうためには、とってもいいこの企画だなと思います。私は教会の伝道羊という自分がクリスチャンであるとか、そういうのをこうはっきり言えない時もあったり、こういうふうにしたらこう信仰を伝えることができるかなって思っている中で、260年以上この信仰を、今私たちは宗教弾圧になってるわけでもないですし、声高らかに私はクリスチャンですと言ってもいい時代にいるのに、そのことを言えない自分がもう本当に問われました。そこから本当に私大きく変えられて、自分がクリスチャンであることに本当に強く誇りをさらに与えられました。そのことによって本当に私はここに行ってよかったなと思いましたし、行けない方々もそういう歴史があったということを、このドキュメンタリー映像が制作された暁には、たくさんの方が知ることによって、よりいろいろな人に広がっていくというふうに、もう確信を持って、祈っています。はい、弾圧の中で厳しい状況でもありますけれども、もう本当に神様に全てを捧げる。この強さっていうのを本当に私たち以上にもっともっと深く受け取っていたんじゃないかなって思います。本当にさようならって、でも本当にそれはもうこの後に絶望が待っているのではなくて、お母さんと別れるさようならの、寂しさが待っているのではなくて、本当に主に出会う希望を持って、10歳の12条の厳しい中に200人も押し込められて、痛みも苦しみも匂いも受けることができて、その言葉を残して殉教、その10歳の子の子供のですらの強さがもう私たちには信じられないほどの、でも今おっしゃられた通り、彼らはまず最初に伝わったその人たちも、26世紀の人たちも殉教していくんですね。殉教していくんです。で、250年後に伝わったその10歳の女の子がですよ、やっぱり殉教していくんですね。そうすると、単なるこれがね、土着化された宗教になっちゃったっていうだけでは、結論できないんじゃないかなっていうのがですね、私の中にあるわけですね。天国っていうか、死んでおしまいではなくて、その、天国に行くことができるっていう、その希望を、その時代の、なんていうかね、苦しい時代に生きているからこそ、これでおしまいじゃなくて、この肉体がなくなった後に行くところがあって、イエス様と会えるんだ、神様と会えるんだっていう希望を持って亡くなっていったわけですから、それは本当に純粋なものだったと私は思います。ここに長崎のキリシタンという本、ぜひ皆さんにお勧めして読んでいただきたいんですけども、この中にもそういういろんな迫害のことが書いてあるんですね。で、そのシーン、もう行かれた方々、頭に牢屋の柵のことを目に浮かべながら読んでいただきたいんですけど、10歳の少女マリア・タキは熱病に侵されて髪の毛を抜け、体の力は全くなくなった。こんな悲惨の中で大人も子供も何より大切な信仰を捨てるとは言わない。タキは死に臨みながら少しも悲しさを見せず、私はパライソ、天国に行きます。お父さん、お母さん、さようならと挨拶して安らかに気を引き取った。タキの母は後に当時のことを回想しては溢れ落ちる涙に喉を詰まらせながら、今でもこそ思い出しては涙もこぼれ、泣きもしますが、その時は親も子も泣いたり悲しんだりはしませんでしたと語っていたというのが、まあ、伝わってるんですけど、本当に今回もね、あそこ行って、今回初めて生産式っていうのをやったんですよね、清野先生。もう先ほどね、中村さんもおっしゃったけど、もう本当にあそこね、行きますと、ぐっと胸が詰まりますね。特にやっぱり、私も親ですので、ちっちゃい子供のね、そんな姿を想像するしね、そして本当に涙が止まらない、そんな中で生産式を参加していただきましたね。まあ、特に生産式はいつも教会でやるときには非常に、こう、厳かに、まあ、どこもそうだと思うんですが、イエス様の血と肉ですのでね、これをいただきながら私たちは分かち合うんですけれども、でも本当に意味のある生産式だったと今回思いましたね。ありがとうございました。本当にさせていただきまして。タキさんのことをこう話してて、と思ったのはですね、私も、いつか天国に行って、タキちゃんに会うことができるんだっていうのをね、こう思ったんですね。だから私は天国行ったら、もちろんイエス様に会いたいですけどね、タキさんを探しに行きたいと思います。できたら、さやかさんや、加藤さんや、明美さん3人と一緒にですね、タキさん、私たち来ましたよと言って、あなたが亡くなったところに行きましたよと言ってですね、探しに行って、まあ、サインをしてもらおうかななんてね、天国にそういうのあるかどうか分かりませんけど、そんなね、気持ちであそこに立っていました。天国への希望っていうのはね、こういうことなんだなっていうことをね、すごくね、思わされたんですね。本当知らなかったですね。あんなところで、立ったまま、8ヶ月ですか？はい。ね、そして、まあ、亡くなった方が何十人かおられたけど、そのまま生きておられた方もいらっしゃるっていうこと。まあ、亡くなった方、本当にそうなんですけど、生き延びた方もね、いたっていうことで、まあ、本当にあそこを耐え抜いた方たちがおられた地に、本当に全く私なんかもうなんか、全然知らなかったものが、本当にあそこに、立たせていただいて、そして、皆さんと一緒に生産式をね、捧げることができて、これは本当にまあ、生産式っていうのは普通は、イエス様の血と、パンの、自分の罪の悔い改めと、そしてイエス様が十字架にかかれる前に、それをされたことを思い起こすことなんですけれども、まあ、それと同時に本当にここにおられた方がもう天国にいらっしゃるんだなっていう思いに馳せることができて、本当に特別な時間でした。忘れてはいけない、知らなければいけない、ことですね。だから本当に映画のこともなんかあんまりぼーっと聞いてたんですけれども、先ほどおっしゃられた方もね、やっぱりみんな行けないですよね。行きたいんですよ。行きたいんですけども、やっぱり限られた時間、限られた限定された時期とか、うん、なかなか行けない。やっぱりこれ、映画がね、あったら本当に必要だなって思わされました。なんかすごい長く喋ってすいません。いやいやいや、大丈夫ですよ。はい。本当にね、皆さん、知らなかったっていうのがね、まず第一報ですけど、全然知らないですよね。私もクリスチャン生活、もう30年、40年もやってますけど、教会で一度も牢屋の桜のこう話なんて聞いたことがなかったんで、ね、そういうような殉教の上に今の信仰があるんだっていうのはね、本当に知らなかったですね。だからあそこに行って、本当に多くの人にこの事実を知ってもらいたいと思って、もうツアーをね、4回、で今年の秋5回目、来年も6回目をやるんですけども、それでもね、やっぱりなかなか皆さんね、お金がかかるしね、どうして国内に行くのにそんなに高いんですかって、後藤は海外だからですよなんて冗談を言ってるぐらいで、ね、住めばいいんですけど、なかなかそうもいかないのでね、やっぱりこう映像化することによってね、皆さん方にもっと知っていただきたいな、そして見ればね、また行きたいなと思ってくれるんじゃないかなと思うんですけど。クリスチャンがない国みたいな風に世界からすると思われてるかもしれないんですけれども、やっぱり深い歴史がありますし、まあ、これだけの殉教者の血が流れてる国っていうのも少ない、そうそうはないんじゃないか、そのように私も思うんですよね。もしかしたらば、イスラエルを超えて一番なんじゃないかなという風に、まあ、正確に私も数を勉強したわけじゃないんで、そうは言えないんですけれども、だから必ず、まあ、リバイバルが起こるんじゃないか。これだけの殉教者が流れている神の国なんだから、こうして広がらないのにも何か意味があるんじゃないか。まあ、そのように強く、感じております。で、ちょっとやっぱりほら、ずっと話が出てた牢屋の策と、まあ、その、生産式のお話、まあ、実は、今話に出てたマリア、さん10歳っていうのが一番こう言葉が印象に残ってるんですけど、そのたくさんこうお墓が並んでるのを、そのお墓順番にこう名前と年齢を読みながらこう私進んでったんですね。でそうするともうだんだん本当に年齢が下がってって、最後0歳っていう墓碑を見た時には本当に私も言葉が出ない、何の感想も浮かばない状態で、その前で最初にそれ見たとき、ぼーっと立ちすくんじゃった。一体何をここで自分は思ったらいいのか、何を祈ったらいいのか、それがもう全然わからなかった。まあ、そういう状況だったですね。やっぱそれくらい衝撃的で、まあ、悲しかった。また、そして、それができるっていうのがやっぱり、なんだろう。まあ、これは今年のね、A コース雲仙の方のガイドの南先生がおっしゃってた言葉なんですけれども、殉教される瞬間にはもう天国がその人たちの中に来ていたんだ、だから喜びを持ってその人たちは殉教する。本当にそれを語った時には、雲仙地獄っていうところで神様感謝しますって殉教した人がいるんですっていうふうにね、先生語ってたんですけれども、本当にそうだったんじゃないのか。もうそうじゃないと説明がつかない。イエス様信じてたつもりでも、そうじゃないと説明がつかない。だからもう、信じていた人たちには天国が来てたと、そのような確信をね、私は。まあ、250年間、まあ、潜伏クリスチャンが、いたというのは、結局、踏み絵を踏んだから、ずっと生き残ったんで、もし全員が踏み絵踏んでたら、もう全員死んでたので、まあ、踏み絵を踏みながらも信仰を保ち続けた、その苦悩というかですね、それを私たちもう一度やっぱり現地でこう感じたいなというふうにこう、思っています。こうやってこう、主にあって出会いがあって、それがまた次に実を結ばせてくださる、その、信仰の友との出会いというのは本当に素晴らしいなという。そして旅に参加したことによって、いろんな世代の方々と知り合うことができましたし、本当にその信仰の大先輩の方々が、話してくださるね、ことです。なんか離れるのがなんかこう寂しいっていうふうに思うぐらいに、すごくいいなんか交わりをしていただいて。なんか自分の証もちょっとね、食事の後に皆さんの前でしたりしましたし、すごくなんか貴重な、なんかこう初めて会う人なんだけれども、こういうふうにしてこの Zoom のこの長崎ツアーのミーティングも3人で一緒に今大阪でやってることが不思議で、はい、なんか神様の導きってすごいんだなとか、うん、はい、肌で感じております。はい、昔のクリスチャンと今のクリスチャンとどこが違いますかって聞いたら、まあ、一言ですね。今のクリスチャンはね、覚悟がないってね、覚悟がないって。昔のクリスチャンは新クリスチャンになるってことは、覚悟が必要だったんだって言ってね、言われました。やっぱり覚悟と犠牲っていうのはクリスチャンには絶対必要なことで、それを抜きにして、キリストに従う、十字架を追って私についてきなさいっていうことはありえないと思うんですね。そのままでいいんですよっていうだけでは、キリストの十字架を追っていくことはできないと思うんで、それがですね、このツアーに参加していただいた皆さん、今日大部分の方は、ね、同窓会みたいに集まってくださった方々ですけれども、皆さんが感じ取られたことなんじゃないかなと、そう思っています。で、そのことをもう多くの人にね、もっと知っていただきたいんですけど、もうなかなかね、これ1回にね、30人ぐらいしか島々を回れないもんですから、実はまあ、キャンセル待ちがどうしても出ちゃうんですね。やっぱりそういう人たちに何としても知ってもらいたいので、もうたくさん長崎を紹介している DVD はあるんですけども、ちょっと視点が違うんですね。これはテレビでもいっぱい BS でやってるんですけど、ちょっと私たちが言ってることと視点が違うので、やっぱり私たちの視点に沿ったものをね、今やっています。今回このクラウドファンディングの企画を担当させていただいているんですけれども、今私はまだツアーには参加してないんですけれども、皆様のお証を聞いてですね、まあ、これはもう絶対にこのプロジェクトを成功させなければならないなということを強く心に思いました。本当に皆様、本当にたくさんいいお証ありがとうございました。でですね、一応皆様のお手元にも届いているかとは思うんですけれども、このように、クラウドファンディング5月20日からスタートしております。そう祈りながら、今、作品の制作に向けて、絶賛ですね、準備を進めておりますので、皆様、お祈りいただければと思います。今、磯川さんがおっしゃったように、やっぱ歴史を扱ったドキュメンタリーの作品はですね、たくさんあるんですけれども、このキリスト教の視点からですね、さらにプロテスタントの視点から、っていうものが、まあ、ないかなというのを感じておりまして、そこからより深く学ぶことが、まあ、多くあるかなと確信しております。できるだけ多くの皆様と共にこのプロジェクトを成功させて、改めて日本の長崎の地に起こった歴史と紐解いていって、そこに示された神様の御心に触れる機会を実現させたいなと思っておりますので、ぜひ引き続きお祈りにお加わりいただければと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。天の父なる神様、ありがとうございました。この3度目の、そして初めてのこの長崎の殉教者、2つの大きな殉教が町にはありました。一つは江戸時代のこのキリシタンの殉教者、そしてまたこのまだ間もないこの太平洋戦争の末期に一番ギリギリのところで広島とともに原爆を世界で初めて落とされて命を失われた現代の昭和の殉教者の方々のことを本当に思いつつ、今日のこの映画カフェを持たせていただいてありがとうございました。私たちはその過去の殉教者の歴史をあまりにも知りません。どうぞこのプロジェクトをあなた様のお力で本当に成就させてくださって、目標額を突破して、良きドキュメンタリーを作って、まず一人でも多くの方々に、この日本の殉教者たちの神の沈黙の中にも、実は本当に神様の大いなる愛があったことを知ることができるように、知らなければ私たちは前に進むことはできません。どうぞこのプロジェクトを祝してくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝します。イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。